はい、どうも皆さん、バチャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですけども、徳島戦についてね、徹底解説をしていこうかなと思います。ね、ゴラッソ劇場試合ということでね、この試合ですね、戦術合戦だったわけですよ。ね、その中で、一歩上手なのはというところでやらせていただきたいなと思います。以上ですね、本日お話しする内容なんですけども、まず徳島戦の戦表と、徳島戦を徹底解説、そして選手の評価をやっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまず選評の方からやっていきたいなと思います。まず選評としましてはですね、プレーオフから遠ざかっている大分と、その好調の徳島ですね、戦術がぶつかり合うミラーゲームとなりました。強固にね、守備を固める両チームだったんですけども、その試合をね、まず動かしたのは徳島となっております。最初の先制シーンですね、ピッチにね、野崎選手が足を滑らせてしまいまして、相手にボールを奪われてからの失点というね、それでもね、野村選手中心に、大分は攻撃を組み立て、フリーキックからその野村選手が、直接決めて同点のまま後半へというね。で、後半はですね、徳島のゴラストから、2失点したんですけども、大分は課題でもあるセットプレーから、そのニアの、ね、方に、ペレーラ選手が飛び込みゴールというね。終了間際にね、香川選手の、クロスに鮎川選手が合わせて、同点。久しぶりにね、その交代選手が、結果を出した試合となっております。じゃあと。ね。じゃあ、どういう戦術を使ってきたんかいち話ですよね。そこについてね、お話しする前に、まず、スタッツの方から行きましょうか。はい。こちらですね。大分トリニータ3対3。ね。大分、シュート、なんと21本打ってるわけですね。対する徳島、6本。で、枠内シュートが大分6本と徳島4本。ね。徳島に関しては、脅威の徹底力ですね。これね。枠内シュート4本に対して、3得点上げてるんでね。決定力ですね、ここはもう。そう考えると、大分はね、積極的にシュートを狙っていたんですけども、ただその枠内に入ったのが、6本と、ね、最後のフィニッシュの部分、そこがね、ちょっと徳島よりも、劣ってしまったのかなと思います。で、ボール支配率に関してなんですけども、大分は57と、徳島43。ね。両チームともね、自分たちでボールをね、しっかりと握って、主導権を握りつつ、試合を動かす、そういうね、スタイルでやっているんですけども、後半は大分がね、攻撃に厚みをかけたことによって、徳島がね、ボール奪えず、ほぼ防戦一方のような形だったんですよ。なので、ボール支配率的には、ちょっと大分の方が上回っている状態でございます。ね、あとパス回数がね、びっくりしたんですけど、大分555本と。で、徳島369本。ね、大分ゾロ目でございます。ね、好きな方にはね、好きだろうと思いますけども、この並びはね。そしてフリーキックの本数がですね、大分11本、徳島12本。コーナーキックね、徳島1本だけだったんですね。で、大分は12本とね。その中でね、しっかりとセットプレーから得点取ってる。って言ったところは、非常に評価していいんじゃないかなと思います。でもいろいろ言っていく前にね、もうまずは解説していこうよと。ね。で、やっていきたいと思います。まず、大分はですね、その守備の時に、4-4-2 となりまして、徳島の攻撃をね、ブロックを敷いた守備で対応と。徳島もね、守備のやり方はね、大分とほぼ同じなんですよね。4-4-2 のブロックを敷いて守る。いわゆるゾーンディフェンスですよね。マンツーマンでつくっていうわけではなく、しっかりと中を固めながら、ボールをサイドに流す。そういうね、守備のやり方を、両チームともやっていたわけなんですけども、その中でね、徳島が、この強固な守りをね、崩すために答えを一つ導き出したわけですね。お互いにね、その中盤を固めているというところで、そのサイド突破をね、図ろうとするんですけども、それがね、なかなか効果的な攻撃ではなかったわけですよ。その中で、先に答えを出したのが、実は徳島なんです。この試合ね、多分、その試合の流れから読み取ったんでしょうね。高畑選手、藤本選手、このあたりのね、守備っていうのが、乱れていたっていうのと、寄せが甘いっていうので、ここにね、その守備の脆さがあるんだろうというね、そういう徳島の考えが、あったわけだと思うんですけども、そこにね、重点を置いて、徳島は、そこから崩すぞと、高畑、藤本あたりを使って、あそこのサイドから突破しようぜっていうね、
そういう戦術へと変更しました。じゃあそれって一体どういう戦術なのっていうお話ですよね。それがこちら、徳島はですね、ボランチを1枚、サイドに置くことによりまして、そのサイドの方で数的有利を、作り出すことによって、寄せがね甘いんで、そこにね、じゃあ誰をマークすればいいのみたいな、そういうね隙を作らせてしまったところはやっぱありますね。このボランチの選手がねまた厄介で、デルラー選手であったりイサ選手がね、しっかりと、コンタクトをね取りながらやっていたんですけど、でもやっぱりねゾーンで守るってなると1枚ね相手選手が増えるだけでガラッと崩れちゃうっていうのも、一つの弱点でもあるんですよ。徳島はもうそのボランチをねうまく使いながら、その数的有利を常に作り出して、サイドを崩そうと、そういう意図が、見れた前半でもあったのかなと思います。でその寄せに行ったところのスペースをね、ことごとく使われていたんで、それでね結構徳島の攻撃を、手数を、増やさせてしまったっていう感じですね。さっきも言ったんですけど、その伊佐選手であったり、デルラン選手がしっかりとこうコーチングして、今寄せ行けよとかね、今行くんだよみたいな、そういうね指示を出していたわけなんですね。で、突破された時は弓場選手がね、サイドバックの位置に入ってカバーに入ったりとか、全体で守ろうよというね動きが見れたのかなと思います。やられたなっていうね、そういう徳島のビルドアップかなと思います。じゃあ大分は逆にどういうビルドアップをしてるんですかとね、戦術合戦って言うてますけども、じゃあ大分はどういう戦術を使っていたのというところですよね。それがこちら、はい、まず大分の狙いとしましては、両サイドから仕掛けられる藤本選手、野村選手ですね、そこをね、起点に、大分もサイドから崩していこうぜっていうね、そういう戦術だったわけなんですけども、大分はね、そのボランチの羽田選手を、サイドに流すのではなく、3バックの中央ですね、そこに入ることによって、最終ラインでね、2対3という構図ができるんで、で、アンカーに入った弓場選手がね、その選手間のね、スペースに入って、ゲートと呼ばれるんですけども、そこをうまく使いつつ、スペースをしっかりと作っていく中盤の方に。で、そのサイドバックの高畑選手が、中盤に入って、で、この、上の方見ていただきたいんですけど、デルラン選手、高畑選手、藤本選手、ここのね、ラインが、被らないように、うまくポジションを取っていたわけなんですね。で、ここでね、数的同数になった場合は、弓場選手がサイドに流れたりとか、トップ下の新田選手が降りてきて、数的有利を作り出して、サイド突破を図ったりと、そういうね、崩しというかビルドアップはね、非常に良かったなと思います。ただもう少しね、中盤のスペースをね、うまく活用できたら、また縦にパスを出せたりっていうのがあったんで、そういった部分では、もう少しかなっていうのはありますね。で、この試合ね、もうその大分の狙いとしましては、さっきも言ったんですけど、藤本選手、もしくは、野村選手ですね。それを活かした、質的有利。で、徳島の狙いとしては、その人数を活かした数的有利。同じ戦術ではあるんですけども、ただ狙いは違うんですね。そこがまたサッカーの面白さですよね。同じスタイルなのに、戦術が違うだけで、やるサッカーってこうも違うんだっていうね。ただお互いに、粘り強い守備で対応できていたと。で、僕が思う、その今回見えた大分の課題としましては、ビルドアップですね。さっきも言ったんですけど、そのもう少しね、その選手間、いわゆるゲートに、パスを増やして、そこの中盤をうまく使いたかったなと。ね。ゲートにパスを出すことによって相手選手はね、釣られますし、じゃあ釣られるってなるとどうなるかって言われたら、移動してきたところの選手にスペースができるんで、そこにもう一枚入っていったりとか、で、そこにまた他の選手が来ますよね。そう、またそこにスペース生まれるわけですよ。ね。常にそういうふうに、自分たちでリードしながら試合を進めれる、そういうビルドアップっていうのが、大分の魅力の一つでもあるので、もう少しね、積極的に、ボランチの選手をね、どんどん使っていってもよかったんじゃないのかなとは思います。はい、それではですね、その選手の評価をやっていきたいなと思います。それでは、まず西川幸之助選手。結果としては3失点だったんですけども、問題は、守備のやり方もあると思います。で、ゴールキーパーとしての3失点というよりは、守備陣含めての、3失点と言っていいだろうというね、個人的には、負けるな、西川と。3失点で悔しいと思いますけども、きっと力にね、あると思います。続いて、ペレイラ選手、デルラン選手。まずはペレイラ選手。セットプレーからニアに飛び込み、勢いづかせたゴールはお見事。言葉の壁はあると思いますけども、ディフェンスリーダーとしての素質あるんで、しっかりと支えてほしいなと思います。そしてデルラン選手。高畑選手や藤本選手に声をかけて、
まあ、守備をね、修正していたとね。まあ、ここはね、デルラン選手の中でも、まあ、開幕から一つ、まあ、成長している部分なのかなと思いますね。周りの状況を見て、まあ、どこにパスを出すべきかっていうのを考えながらね、まあ、プレイしていたのかなと思います。続いて、野竹選手、高畑選手。まあ、失点部分はね、足を滑らせてしまい、まあ、不運だったんですけども、まあ、その右の野村選手とのコンビネーションで、まあ、打開しようとしていた。クロスの質はさすが。で、高畑選手。まあ、守備のね、寄せ方は甘いんですけども、ただ、藤本選手との連携でね、まあ、左サイドを突破したりなど、まあ、攻撃面ではね、まあ、良さが光ったのかなと思います。続いて、弓場選手と羽田選手。弓場選手。まあ、周りの状況を見ながらね、ポジショニングしたりと、ね、まあ、影の部分を、まあ、支えていた印象と。で、安定はね、していたんですけども、まあ、勢いの良さをね、まあ、もう少し見たいかなと思いますね。で、羽田選手。まあ、こんなにも視野が広かったのかというぐらいね、まあ、成長を見せている、一人の選手でございますけども、本当ね、その中盤をね、常に支えながらサイドに展開するなど、本当に僕はこの試合一番思ったんですけども、まあ、羽田選手、ここ数試合で一番良かったんじゃないのかなと思いますね。続いて、野村選手と新田選手。野村選手。もう攻撃の中心役として大活躍と。もう直接フリーキックは痺れた、かっこいいと。もう文句なしの評価でございます。はい。そして新田選手。まあ、ピッチ上にどこもかしこも顔出し、まあ、攻撃の組み立て方が、まあ、非常に上手いなと感じました。まあ、今のね、下平サッカーにおいて、まあ、欠かせない、まあ、重要な選手となっておりますね。まあ、起点が効きますね。はい。そして藤本選手と伊佐選手。藤本選手。サイドや中央への、まあ、ドリブル突破がね、まあ、非常に徳島に効いていたなと感じました。で、高畑との、連携はかなりいい状態。で、2失点目の守備の仕方は、まあ、反省しなければならないと。ね。まあ、この試合ね、その、まあ、2失点目、まあ、ゴラストだったんですけども、まあ、もちろんね、相手を褒めるべきゴールではあるんですが、ただその前の段階ですね。新田選手が相手のね、ボールをパスカットしたところ、まあトラップでね、まあ、ボールがね、結局徳島の方に流れちゃったんですけども、まあちょっとね、そこでマークを外してしまったんですね、藤本選手。まあそのスイッチの切り替えですね。はい、トランジションの部分が、まあちょっと早すぎたと。まあそこで一枚、まあ徳島の選手ね、まあフリーにさせてしまっているんで、まあそういった部分での反省はね、まあ必要かなと思いますね。そして伊佐選手。まあ体をうまく使って、積極的にシュートを狙っていたと。高畑選手は藤本選手に対しての指示など、まあ強さだけではなく、チームとしての役割を全うしておりました。続いて交代選手の、長澤選手、鮎川選手ですね。まあ、ダブル旬ですね。後半から、攻撃のターゲットとなり、ピッチの矢印を共有できた、国家的な交代カードだったというね。まあ長澤選手はね、後半開始早々にね、まあ出場しましたけども、まあ長澤選手が入ったことによって、ピッチ状況ってどうなるかと言われたら、まあ前半とかはね、まあ、矢印ですよね、攻撃の。その攻撃の矢印がね、まあ、ちょっとバラバラだったなっていう狙いはあったと思うんですけども、まあ、そこら辺でね、まあ、それぞれ周りの選手と、まあ、うまく噛み合っていなかったなと。で、長澤選手が入ったことによって、もうターゲットって明確化ですよね。まあ、長澤選手の高さでボールを落として、まあ、一枚後ろの選手がそれを拾って攻撃を仕掛けていくっていうね、まあ、そういう攻撃もあるじゃないですか。なので、その、まあ、攻撃の仕方がね、まあ、前半よりシンプルになったことによって、まあ、そういう攻撃の矢印っていうのは、長澤選手の投入だけでガラッと変わったのかなと思います。そして鮎川選手、まあ、香川選手のね、クロスを、まあ、ボールの軌道を、ねよく見て流し込んだと、まあ、技術も含めて天才的というね、まあ、ここ本当鮎川選手よく決めたなとね、まあ、もちろんねクロスの質が良かった、香川選手も良かったんですけど、まあ、それをねしっかりと流し込める、もうこれはねゴールへの嗅覚と、まあ、技術の高さ、まあ、そこですね。はい。続いて香川選手と安田選手ですね。まず香川選手、もう左サイドのスペシャリスト。ね。まあ、クロスの精度のレベルが段違いというね。右足からのクロスでしたからね。で、交代した直後に、アシストで結果を残すというね。いや、マジで左サイドのスペシャリストだと僕は思いますけどね。そして安田選手。まあ、安田選手の投入はね、まあ、効果的かつ、まあ、ボールがよく回るようになったなと。まあ、後半の悪い部分を、まあ、補える最高のカードだったなと思います。続いて、梅崎選手と、下平監督ですね。まず梅崎選手。まあ、流れを変えれる。まあ、いいカードですね。はい。で、キックの質や、周りとの連携はさすがと。ね。まあ、さすがキャプテンというね。そして、下平監督。まあ、似たようなサッカーをする相手だったんですけども、まあ、その、準備されていたことは、まあ、できていたと思います。で、ここまでね、下平監督の、課題でもあった、その交代カード、ね。まあ、そこもね、うまく、まあ、活用して、まあ、追いつくことができた。ここはね、評価してもいいんじゃないのかなと思います。ただね、その守備や攻撃に関して、
その課題はね、まだまだたくさんあるなっていうのはね、感じましたし、まあ、その中でどう残り7試合で改善していくか、まあ、ここはね、下平監督の手腕が問われるとこかなと思います。はい、そしてですね、その次回の動画なんですけども、その徳島戦の感想をね、まとめていこうかなと思います。いや、本当にね、勝ちたかったですよ。正直ね、ただよく追いついた。はい。まあ、負けなくてよかったっていうのと、本当よく追いついたなっていうね、まあ、いろんな思いが、まあ、出てきた徳島戦でしたけども、まあ、残り7試合はね、本当に、もう勝つしかないっすよね。いや、もう7試合しかないんですよ。引き分けじゃダメなんですよね。後半始まってから、2勝5分け7敗ですよ。勝ち点で言ったら、11しか取れてないんですよね。いや、これね、結構、まあ、重要な問題ですけども、7敗っていうのは痛いですし、もう残りの試合で、敗数よりも勝数、上回っていきたいですよね。まあ、そこが上回ることができれば、まあ、プレイオフにはね、まあ、入れるかなと思いますけどね。はい。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということで、またね。